占いにおける相性の定義を言いますと、相性がいいは長く続く、相性が悪いは続かないという意味です。今回は結婚に関することです。占いにおいて結婚で一番大事なのは入籍日です。言うなれば夫婦の生年月日になるからです。そこで今回は入籍日占い基礎編を行いたいと思います。入籍日で夫婦の生年月日が決まるのですが、ここからが秘伝中の秘伝になります。入籍日に最も適する日は、その日は白く木星の日です。理由は白く木星には、交際、縁談、結婚、整うの意味があるので、入籍に最も適します。そして白く木星には、長いという意味もあるのです。最初に説明しましたが、相性がいいは長く続くこと、白く木星は長く続きやすい機運がある。この点からも適することが言えます。確かに芸術家同士のカップルなら、九紫火星の日に入籍すると、九紫火星には芸術の意味があるので、良き芸術家夫婦になるなど、そんな意味になります。その夫婦ならでは適するという星があるのかもしれませんが、それでもまあ今回総合的に言ってですね、もうとにかく総合的に言えば、白く木星の日を入籍日にするのが最も無難で最もいいと私は思います。この白く木星の日の割り出し方は、暦を見れば一目瞭然ですが、日の割り出し方に不安な方は、確認したい方は、ご連絡いただければ、お答えいたします。基本的に9日に1日の割合で白く木星が巡ってきますので、その日を入籍日にするのは容易だと思います。ちなみに入籍日占い中級編は今回の話にプラスして12支を使います。これはまたの機会にご説明したいと思います。まずは今回の白く木星の話が一番大事です。ここがあっての次の中級編ということになります。さらに上級編もあるんですけども、まあ基礎があっての今回の話が一番重要ということですね。今まで多くのカップルにこの入籍日占いを行いました。この人たち夫婦の全員の結末を私は把握しているわけではありませんが、知っている範囲内でもやはり結婚生活が続いているというケースが多いです。仮にもし結婚生活が続かないケースになっていても、白く木星の特性により温和な形で結婚生活が終焉したと予想いたします。今後入籍予定のある方はぜひともご活用ください。